まもなく現場到着です。煙は漂っていますが、やはり火事のものではなさそうです。発煙筒か何かいたずらによるものと思われます。本部了解。一応現場での確認をお願いします。やっぱりいたずらだな。何も燃えちゃいない。なんだってこんなバカやるんだろうな。俺らが大騒ぎすんのを見たいんだよ。あ、おい、あそこだ。これって…なんだよ。うわ、なんかすげえ嫌なんだけど。でも俺らが見ないわけにいかねえだろ。日本の刑事裁判はその 99.9% が有罪となる。そんな中、かつて弁護士だった俺はある殺人事件で万に一つの無罪を勝ち取った。大したもんだと褒められた。けどその結果、一人の女の子が殺された。法廷の取りこぼした真実の陰で、万人に公平なはずの法がいつも完璧に機能しているとは限らない。そんな時、助けを求める声を探すのが今俺の仕事だ。クイズでも出してくれよ。面白いやつ。張り込みなんていつまでかかるかわかんねえんだ。恵子ちゃんも退屈してるぞ。わかった。じゃあいいやつ考えるから少し時間くれる？なるほど、クイズ考える間静かにしてろって。この野郎、それじゃ何にも変わんねえじゃねえか。あの、カイトさん、私も今クイズとかの気分じゃないです。いや、だからその気分を変えようぜってんだ。ケイコちゃんな、そんなんだからネットで会った男なんかに騙されんだぞ。そんなの関係ないですよね。それにまだ本当に騙されたのか分かりません。そうだよ、あんまいい加減なこと言わないの。大丈夫だよ恵子さん、うちはね、何よりも依頼人の心に寄り添う探偵事務所なんだから。やっぱり私、八神さんに依頼できてよかったです。へいへい、そりゃようござんして。カイトーさんのようござんしたのこう呆れ顔みたいなの、あの表情すごいよね。本当にリアルなグラフィックにおいて龍が如くスタジオは抜きん出てるよな。リアルのこう意味合いがちょっと違うけど。コウスケ君言ってました、お昼はいつもファーストフードばっかりだって。あ、私もよく食べるけどね。さっき店に入ってから20分くらいたまにそろそろ出てくる。マクドナルドとかって無性に食べたくなるときない？心配です。野菜もちゃんと取ってるかな。ラーメンとかさ、お寿司とかよりも
ネットでとにかくマックが食べたいって時がね、たまにあるんだよね。いきなりじゃないです。時間をかけてやり取りしたし、コウスケ君が同僚なんかよりずっと私を分かってくれました。ネットで会った人に騙されたんじゃないかということの張り込みだね。私のことすごく大事に考えてくれてたんです。本当にそうならいいんだけど。デートでぼったくり店に連れてくか。カムロ町でぼったくりはやばい。きっと彼もそんな店だなんて知らなかったんです。これはね、証明が難しいよね。裏を取らないと表向きじゃなかなかありえねえだろう。それはやばい。だって彼まだ大学生だし。それにどうお願いしたかが大事。ヤクザに殺されるって本当に切羽詰まって土下座したのか、さらっと言ったのか。で80万は払って残り40だったよね。あ、やばいね。私の月収のいくらあるんだろうか。簡単に払える額じゃない。何月分あるんだ。ええ、だからコウスケ君も足りない分は風俗で働くのが一番手っ取り早いかもって。もうダメだって。そうじゃね。そんなことを言う時点でもうダメだって。いや、いろんな人がいるんだろうけどさ、真面目に考えたのかもしんないけど、大事にしてる人に対して風俗で働こうなんて提案は相当この町じゃよくある崖際どころか崖外指一本で耐えてるぐらいじゃないと。それでも出るかどうかだけど。カムロ町はなんでそんな店をほったらかしにしてるんです。カムロ町だからね。ぼったくりには警察も動き鈍いからね。民事不介入っつって。木村拓哉さんの声優うまいよな。源田先生に相談したのは良かったと思うよ。ワンよりも絶対うまくなってる。あそこの弁護士事務所ジャッジアイズね。長いから。で、荒っぽい案件はうちに回ってくるわけだ。うん。おかげで今日も仕事にありつけた。ピカピカだね、カイトの服。ケイコちゃんには気の毒だがよ、コウスケって野郎は全部承知であんたを罠にはめた。はい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 。こう出会って惚れさせて信じさせてからぼったくりバーに行ってぼったくって風俗店で働かせて、そこでさらに儲けるってところまでまだ調査の段階だよ。もう計画のうちだったっていうことだね。噂のコウスケ君だ。はい、コウスケ君のお出ましです。もうここでもう一発殴ってもいいんじゃないか。まずは彼が実際どんな髪サラサラだな。あとつけてみよう。グラフィックすごい。ここにいて、やっと楽しい時間の始まりだ。慎重にね、ターボ。聞こえるな、ターボ。聞こえます。尾行は久しぶりだろう。腕がなまってんじゃねえか。ブランクがあった。まさか。うわ、看板のメニュー細かいね。ちゃんと書いてあるんだ。口だけじゃねえだろうな。人間は言葉ではなく行動で示さなければ。ここは慎重。はい、コウスケ君の尾行が始まります。私もうちょっとだけやってます。序盤だけもうやってるので、序盤だけ初見ではないんですが、初見区域から出たら出ました、こっから初見ですっていう風に改めて言いますので、それまではねキプレイということで。イケメンだね。おまかしアクション、バレそうになったら三角。おっと、事務所の鍵閉めたって気のせいか。おまかすと靴紐結んでます。キムタクさん、その後ろの財布すごい怖いんだけど。ずり落ちそう。ずり落ちなくてもカムロ町ないし歌舞伎町でその財布の位置は取られるだろう。結構やばいと思うんだな。後ろを気にしてるね。サラリーマンいっぱいいるね。結構まあ昼間だけど、あれか、昼食の時間なのかな。おっとっとっと、ここだね。あれは？もうまあまあまだわからないね。カイトさん、はい、対象者が新顔と接触した。これから証拠を撮影する。了解だ。探偵さんの YouTube、YouTuber の方とか見てると。やはり、まあ、当然ながら写真は大事らしいね。カメラを構える。ズームして2人の顔が入ってる瞬間を。どうだい？いいね。
と女性の顔が見えづらいけど、まあよしでしょう。海藤さんの携帯に対象者の写真を送ったよ。ほくろとかがね、鼻にあったり写ってたりすれば、かなり確証を持って出せるんだけど。いい感じで撮れてるな。やったぜ。で、誰なんだ康介と話してる相手は。依頼者の知り合いだったりする。それはこれから探りを入れるとこ。また連絡するよ。はいはい。キプレイではあるんだけどね、さらっとやったんで、でもあんま覚えてない。本当久しぶりだよね、さくらちゃんと会うの。さくらか、さきちゃんじゃなくて。だって康介先輩、最近全然サークル来ないから。大学生だね。今日だってたまたま先輩っぽい人を見かけて、メッセージ送ってなかったら会えてないですよ。大学には行ってるけど、最近忙しくってさ、サークルには行ってないんだ。なかなかサークルに顔出す時間が作れなくて。顔立ちはかっこいいんだかな。やっぱり先輩なしでは盛り上がらないというか。何サークルだろうね。先輩が来なくなって辞めちゃった女の子も多いんですよ。あら、それは二重の意味で。あら、今度ちょっと顔出してみるか。それはまずいなの意味も二重の意味で、ちょっとどういう意味で言ってんだろうな、コウスケは。でも先輩、はい、何？あまりいろんな子に気を持たせるようなことはしない方がいいですよ。おい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 、先輩は知らないかもしれないですけど、女の子同士の喧嘩がすごかったんですから。人の心をもてあそぶのは良くない。その険しい顔はなんだ。わからないですよ。もて遊んじゃダメだよ。それは怖いね。なんか気をつけるよ。勝手にね、本当にそうなっちゃったんならまあしょうがない。そろそろ行くよ。その人の魅力ゆえだな、はい、とは思うけど。絶対サークル来てくださいね。肉体がこう物理的に傷つくよりも心が傷つく方が辛いんだから、多分ね、大体の人は。私もだけど。じゃあ追うか。いい天気だね。あれだ、奥にいるのがカムロップだね。龍が如くシリーズに出てきたカムロ町のゆるキャラ。お、カムロップくんを見てる？これ、こっち来るんだっけな。そう、私ね、あそこで背中まで間近まで行っちゃって一回バレちゃったんだよね。大丈夫かこれ。まあ別に怪しまれるような感じではないか。めちゃくちゃ怪しい行動したらこれバレるのかな。こういう、やめて。ちょっと靴紐が、ごめんね、靴紐がちょっと自分で踏んじゃった。結構自分で靴紐踏むの危ないから気をつけようね。木村拓哉さん背高っ。これね、ゲーム内補正というか、あの木村拓哉さんというよりは、まあ矢神のあれで作ってるんだけど、身長何センチだこれ。えげつないな、180以上あんじゃないか。ごめんね。後ろ振り返ったけど、この距離なら大丈夫。ターゲット見失った。おっと、ゴミ出したっけか。なんでもないか。いや、バレバレだと思いますけど。まあ彼の目には大丈夫だったらしい。さあ来たね、チュートリアルの民が。あ、おい、あいつ八神だ。知り合いでした。この間兄貴の浮気を奥さんに報告した探偵。そこまで知られてんだね。ああ覚えてるぞ。グラさん流行ってんのか。あいつのせいで俺ら兄貴にめっちゃ八当たりされたんだ。それはただただかわいそう。まあでも八つ当たりの八つ当たりだからねこれね。おい八神、てめえぶっ殺してやる。ここで会ったが100年目だ。これ八神は知らないでしょ。この人たち相変わらず物騒な町だね。まあでも構えます。サンドバッグ君になってもらおう。さあバトル開始。これが醍醐味。ストーリーもだけど、ね、いくぜ。はい、多人数型に向いている演武です。さあこの喧嘩アクションよ。いいよっこいしょ。さあ行ってらっしゃい。構えて移動。あ、これ時間か。その右手すごい気になるな。
キムたくさん。ガード。すかっこいい。背面めちゃくちゃガラ空きな感じするけど、これ背面も守れるのかな。すごいな、こんだけ下にかがんでて小学生の背丈よりも高いぐらいじゃない。あ、背中はダメなんだね。これすぐに背中に向けるスキルとかあるのかね。回避。お、勝手に怒ったぞ。それはこんなに舐めた感じだったらね、怒るわな。あ、ちゃんと相手の攻撃を避けなきゃ。攻撃してめっちゃ見てる人いっぱいいる。デスゲームみたいになってる。見せ物じゃねえぞ。警察を呼ぶんだ。早よ殴ってこいや君たちも。はい、ほら殴ってきて、お願い、私を殴って。バッてよっこいしょ。オッケー、長かったよ。さあこっからだ、お楽しみだ。さあ君もだよ、逃がさん沼田。野沢さん、あきこさんかな。さあ気持ちがいい、よっこいしょ。さあこの身体能力いくら払ったら私にくれるんだろうか。足が長いって羨ましいね。私も足が長くなりたいな。さあとどめだ。オッケー、さあ駐車場で寝ててもらおう。かっこいい、やっぱかっこいいんだな木村拓哉さんって。もうなんか見慣れすぎて特別な存在に、なんかすごい人だなっていうのはもちろんあるんだけど、稀という意味で特別という感じはもう見慣れすぎてなくなっちゃったけど、やっぱかっこいいんだな。さあ、おっと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 、確かね、ここに隠れられ、あ、金下ろしとかないと。見えない見えない見えない。どこに寄ってくか。金の使い道は大事な情報、証拠を取っておこう。で、一旦振り向いて、今 22% か。これ 100% でダメなのかな。まだ大丈夫。で、こっちに移動して、ごめんね、いるね、オッケーオッケー、ごめんね。うん、なんなんだあいつ。視界の中で隠れたら逆に怪しいだろ。もう遅いと思うけどね。この辺に隠れられはしないか。おっと、え、おおお、見失った、出たやんけ。ああ、めっちゃ来てるって。すんごい壁見つめてる。え、おお、しつこいなって言われてる。絶対割れてんじゃん顔。違う違う、ヤガミ錯乱してるぞヤガミ。あー、やっと入った。これもう逆に通報される案件でしょ。もうダメだって。銀行にわざわざ行かなくても、こうコンビニで ATM あるのめちゃくちゃありがたいよね。よくよく利用する。ピンボケしていない。あ、近すぎるのかな。こうか、いいね。顔が映っている。今だ。あ、スクーパーしたかった。いいね。スクーパーをするとスローモーションになって、よりちゃんと狙いやすくなるんですよ、ね、新しい写真送ったよ、確認よろしく。おお、届いてるぞ。よく撮れてるじゃねえか。すごい、コンビニにめちゃくちゃ商品がある。どうした。なあタモ、コウスケの野郎、やっぱこれね、私試しでやった時失敗しちゃったんだよね。まあまあの額だぞ。いくら。いや、まだ金を下ろしただけだ。判断するのは早い。まあ多分2桁万なんだろうね。10、20万、30万とか下ろしたのかな。その金を一体何に使うんだ。
まあね、そこ押さえないともしかしたらね、限定グッズとかは秋葉原で買うつもりなのかもしれないし。 ATM 使ってます。私は怪しくないです。あ、いいのね、こっち行っちゃって。尾行完了。15,000円、ちょっとひもじいね。もう少し儲けたいところではあるが。コウスケはまだ特に変わったとこはないね。まあまあ、変わってはいないか。普通の学生が暇つぶしてるって感じかな。奴はどこに向かってんだ。さあ、今日学校はないのか。今ちょうどビルに入ってくる。これも明らかにヤーさんみたいな人いるから、これも怪しいよね。待った待った、ここは一元さんお断りだ。ちゃんとここ丁寧語なのいいよね。ああ、何でもクソもねえだろ、帰んな。誤解通りだ。おら、何やってんだ、早く行けって。この野郎、通報すっか。ちょっとそんな、このビルって何。一元さんお断りで関係ねえだろ、出てけっつってんだ。こう追い出すのって法的にどうなんだろうね。一見さって店の都合でやってるから、入れてくれよっていう客を無理やり追い出すのって若干法にかかったりするのかな。グレーというかね。侵入できそうな場所がないか探すか。はい、探索モードですね、これは。あそこの窓が開いてると。怪しい。なんだよ、あそこから入れちゃうじゃん。まあ普通は侵入すると思わないからね。室外機リアル。室外機過激派の人もこれにはにっこり。足がかりとなる場所を探す。どこだ。この裏路地の裏路地感すごいよね。登れるのは確かここら辺だったかな。この下か。これは汚いな。これは室外機から出た汁というか、そういう感じ。金が増えた。どっから。ね、ご丁寧に矢印まで書いてある。ここから侵入と。アスレチックアクションはマーベルスパイダーマンみたいな感じですね。とりあえずスティックを倒しておけばどんどん行くと。よっこいしょ。ね、やや大げさなアクションではあるけど、戦闘も含めてアクションシーンが魅力だからね。謎の種。あとさーん、ごめんね。八神さん、八神さん、違うよ。で、ん？どうすんだっけ？上か。よう、タボ、どうなってる？ん？すごいな。オッケーオッケー。完全に考古学者だね、これね。コウスケはどうなった？まさか見失ってねえだろうな。今ちょっと手が離せないけど、とにかく大丈夫。また後でかけ直すわ。猫ちゃんのいる。この前ね、駐車場に猫ちゃんがいてね、めっちゃかわいい。猫ちゃんがかわいい。あ、2匹いる。つがいかな。確かこれカメラで撮れるんだけど、まあいいや。まあまあ高いね。まあまだ今宙返りして入った。その必要はなかったのでは。ここは2階か3階かな。3階あたりか。そうだね、あと2フロア上。あっちゃ。どうもお疲れ様です。怪しすぎる。こいつ知ってるか。いいえ、初めて見る顔っすね。染めてるね。俺はそのコウスケのダチなんですけど、ちょっとはぐれちゃって。うまい。コウスケの
はあ、そういやあいつ今日も来てましたよ。マジで毎日懲りねえっつうが。なら誤解のはずだろう。怪しんでる。なんでこんなとこにいんだよ。ですよね。しこいね。カムロ町のヤクザはたまにとんでもないおバカさんになってることがあるから。俺は賢い。階段上がって一番奥、式の間だろ。優しい。式の間。素直すぎるね。ああ、そうでしたよね。失礼しました。ではこれで。そうはいかんだろう。お前ちょっと会員証を見せろ。コウスケにもらってんだろう。ああ、あれ？おかしいな。どっかに落としたのかな。苦しい。落としちまったか。それは困ったな。すいません、次から気をつけますんで。さすが。いい加減なこと抜かすんじゃねえバカか。会員証なんてねえんだよ。賢いぞ。何者だ。どっから入り込みだ。龍が如くシリーズでの屈指の賢さを持つやってくれんじゃ。ヤクザでは。そしてかっこいい。のは何なの。コウスケ君はそこで何してんだ。教えてもらおう。待ってくれ。さあ、黙るのはどっちかな。というわけで勝負開始。一戦でいいのかね。これは一戦は対1、1対1で有利な戦闘アクションですね。三角からの四角か、逆だね。 OK、 長押しでため攻撃。さあ、顔面すりおろしだ。よっこいちょ、当たんなかった。はっ、まるで掴んで攻撃。なかなかえぐい掴み方だねこれ。起きてー、ヤガミー。ヤガミお前挑発する余裕あんのか。さあ、窓の外にぶん投げてやりたいぐらいだったが許してやろう。まずは掴んで攻撃を決めたいんですが、早く起きて、起きて、朝だよ、起きて。じゃあ君でいいよ、ゆでさん。まるで掴んで、よっこいしょ。武器攻撃だね。はい、おいおいおい、椅子の味は美味しいか。よし、オッケー。よっこいしょ。さあ、最後のディナーだ。くらいだ。やったぜ。おやすみなさい。あぶねえ、あ、ガード間に合わない。オッケー。壁に血飛び散ってます、手紙さん。これ事案だよ。事案、事案、事件だよ。おい、タモ、大丈夫か。お財布預けてこない。ああ、今まだコウスケ君の入ってたビル、見張りがいて一元さんお断りだってさ。まあ怪しいよ、ね、なんかやばいとこみたいだね。コウスケ君は5階の式の間ってとこにいる。式の間。カイトさん、心当たりある。そりゃ鳥羽のことじゃねえか。詳しい。鳥羽は他に式っていうこともあんだ。式の間ってリンゴのつもりかもな。そっか、カイトさんは確かに鳥羽なら見張りがいるのもあったとか。元極道なんだよね。さすがだね、カイトさん。前作のジャッジアイズでやめちゃったけど。分からねえことがあったら。ああ、確実に息の根を止めるのがこのゲームの定石だというのに。なんだと。おい、どうした。おい。タボ。これまずいね。そこが秘密の鳥羽なら普通の学生が行くとこじゃねえ。どうやら。まあそうだ、ね。コウスケのボロが出てきたな。だいぶグレーにはなってきたね。まあまあ勝手に言ってるだけだから、式のままで言ったらもっとはっきりする。まだね、まあ分からなくはないけど。でもあれか、女性を騙してお金をがないって言ってる割には賭博に言ってるわけだから。そんなとこで捕まったらただじゃ済まねえ。まあただの、了解、ただのひどい人という可能性もねなくはないけど、まあ騙されてはいるからね。行くか。さあ、ステルスミッション。